みんな、ごめんなさい。第3ラウンドでもっと活躍できてたら。もうやめて。あんなに頑張ったあなたを責めなきゃいけないなら、参加する度胸さえなかった私たちはどうなっちゃうわけ？試合を全部見てたわけじゃないけど、レイラは第1と第2ラウンドの両方で得点した唯一の選手なんだろ？それに第3ラウンドだって、冠を最初に見つけたのは君だったと聞いたぞ。優勝まであとちょっとだったな。それは運が良かっただけで。そんなこと言わないで。あなたの相手は強敵揃いだったんだから。かの有名な正論派のティナリに、大マハマトラのセノ、みんなすごい人たちだったじゃない。彼らを差し置いて得点できたのはとてもすごいことよ。他の人がつけたあだ名も間違ってなかったと思うわ。あなたって本当に天才ね。ありがとう。でも私はそんなんじゃないよ。第2ラウンドの試合中だってちょっと居眠りしちゃって、いつの間にか機械のそばにいたんだから。あんまり謙遜しすぎないで。みんなでレイラお疲れパーティーをやろうって相談してたとこなんだから。ほら行きましょう。元気を出して。あなたはこのパーティーの主役なのよ。レイラの方もうまくいってるみたいだな。よかったぜ。でも結局カサッチとは試合が終わってから会えなかったな。もうすぐご飯の時間だ。カーベとセノのところへ戻ろうぜ。